はい。どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日も、バトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい。ということでね、本日はシーズン5で大幅強化された、こちらのね、T-03 という武器を使って敵をね、 無事、ご6していこうと思います。はいということで、えー、早速見ていきたいと思うんですが、えー、この T03 ですね、何が変わったかというと、もう一目瞭然、このストックの、ね、部分が、えー、新しく、ね、追加されて、えー、かなり、ね、基本ステータスが向上しました。垂直リコイルに関しては、ね、今まで通りなんですが、水平リコイルが、ね、大幅に向上して、 え基本ステータス、垂直ハッピーハッピーのえー水平62。で、エルゴノミが46で、精度が42と。で、腰なめ射撃が72の有効射程が90です。はい、ということでね、今回は新しく追加されたこちらのね、ストックを使って、敵をね、プチ、五十六していこうと思います。はい、ということでね、早速射撃場の方にやってみました。まずはね、ノンリコイル、ドゥーこんな感じ。マジで強い。 T03 は本当に強いですうんマジでこの武器最強だと思ってるこのね T03 と T951 のねえー、まあ、TT 族っていうんですけれどもこのね2種の武器はね本当にステータス以上になんか力を発揮してくれるんですよマジで扱いこなしやすいからほ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 らやばいでしょこれ75連打ち切れますマジでこれ五貫通詰めたらね本当にバケるんですけど 今回ね、お金の関係上で、ちょっと4層貫通弾しかね、えー、用意することができませんでした。しかし、えー、貫通力ね、意外と高いんですよ。44あって、クソダメージもね、あの51ありますので、えー、これマジで弾としてね、優秀なんですよね。しかも値段も安いし、400円とかでね、買えるんで、これマジで使った方がいいですね。まあ、5層に関しても、これぐらいのね、えー、キル速出ますので、えー、非常にね、えー、この武器ね、まあ、お気に入り。 え僕がね、まあ実況者じゃなければ、この T03 をね、使い込んでいたかもしれません。まあそれか AK-12 か。ちょっと AK-12 はね、えー、今シーズンでなんか終了するという噂もありますので、まあ皆さんね、えー、今シーズンは AK-12 をね、えー、使い倒してみてはいかがでしょうか。T03 じゃないんかい。はい、ということでね、えー、秒速39センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いいたします。 え今回やってきたのはね、えー、マイホーム、警告、ただいまってことで、お帰り。自分で自己完結していく。ただいまと言って、お帰りと言っていく。まるでね、えー、大学生の頃の僕ですね。やっぱりさ、一人暮らしをしているとね、ただいまって言っても、お帰りって言ってくれる人がいないわけですよ。で、そこでね、メンタルブレイクしてしまいますんで、自分で一人ごとでね、えー、ただいまお帰りを毎日言っていた記憶があります。 大学生の頃はねあの、友達もいなくて、喋、えー、る人がいなくてね、まあ僕みたいなね、えー、こうやって喋り散らかしてる動画をね、えー、まあ探してはいたんですけど、なかなか見つからず、やっぱりこういう動画があったらね、そのぼっちの人も救われるんじゃないかなと思って、まあ僕はね、えーまあ、この動画をやり始めたわけですよ。まあそういった思いがあるわけ。結局ね、作者の意図っていうのがね、潜んでるもんなんですよ、動画には。僕の動画にはね、そういう、 まあ、孤独なね、ぼっちな人々を救うっていう、まあ、理念のもと、作られている可能性がある。ってことで、まあ、早速やっていきましょうか。まあ、こうやってさ、まあ、喋り散らかしてるだけでね、救われる人も、いると思うんですよ、中には。やっぱりね、えー、まあ、一人ぼっちで寂しいって人もね、えー、たくさんいるじゃないですか。まあ、このメンタルブレイクアウト界隈にも。まあ、だから、 ま、そういった人がね、まあ、あの、一人ぼっちじゃないんだよっていう、錯覚をさせるために、まあ、僕は今日も喋り散らかしていくわけ。自分の喉を犠牲にしてな。ちょっとマジで喉痛すぎるんで。でもね、あの、タンとかが出るわけじゃないですよ。まあ、純粋に、喉が痛い。ただそれだけ。で、こっちにはね、なんか来てなさそうなんですけど、ちょっと警告のムーブもさ、だいぶ忘れてしまったわ。最近ね、ちょっと鉱山に浮気気味なんで。あ、いたか今いたような、なんか。 スカちゃんかなわからん。いや、ワンチャン人の可能性があるんで、気をつけておきましょうか。いや、おかしいな、あれ。ちょ、最近さ、スカちゃんもね、なんか人間臭い動きするからさ、見分けづらいんだよな。その一瞬でのね、判断がつきづらいというか。今までだったら一瞬で判断できていたものが、ちょっとね、見つめないといけなくなったわけですよ。大丈夫か、これ。いや、わからんな、マジで。いるか。いるかもしんない。 助けて怖いですでもここ空いてない。あ、これスカちゃんだわ。スカちゃんだったんかい。これ待て待って待って。一発目外したのデカすぎな。ちょっとやめてくださる。この4層貫通弾もさ、だいぶ高いんで。ちょっと本当にね、破産しそうです。マジで。ちょっとまずいんですよ、最近ね、公園のヘリが。すごい勢いで、ちょっと僕の公園がね、無くなりつつあるので、ちょマジで食い止めないといけない。だから今回この警告にやってきた。 警告は得意っていうね。まあ、自負してますから僕は。まあ、自分のですね、得意なマップを遊んでいくわけよ。お金がなくなり始めたらな。でももう止まらないのかもしんない。で待って。足音聞こえてきたけど、それスカちゃんだね。え、マジでさ、湧かなくなった。え、何これ。近くにいないんだけど敵が。どういうことでしょうか。マジでわかんねえや。湧き変わったんかな、シーズン5。あまりにも不人気すぎたんでしょうかね。 あのさ、初手でね、めっちゃ当たる感じ。ちょっと待って。だるいだるいだるい。ちょ、まじかまじかまじか。最悪。三発もかかってしまった。一発で仕留めたいんだけどね、ほんとは。みんなもさ、弾がもったいねえよって思ってるじゃないですか。で、四、あ、びっくりしたびっくりした。ちょ、やめておけ、ほんとに。お前たち、あまり強い力を使うなよ。弱く見えるぞ。えー、どうしよっか。まだ鎮痛剤はね、えー、決めなくてもいいか。 とりあえずね、えー、切れてからちょっと鎮痛剤飲みますちょ。鎮痛すらさ、新品を買うお金がないわけですよ、もう僕には。だから使い古したね、お風呂のやつ持ってきたんですが、えー、残りね、もうあと2回使ったら多分この鎮痛なくなってしまうので、ちょっとその辺もですね、まあ、節約しつつ、やっていければなと思います。さあ、なんか2番さん撃たれてるかこの感じは。まあ、とりあえずじゃあそっち行きますか。これなんか、初動では接敵しなさそうなんで、 ま、反対で湧いた奴らをね、ま、あ縛きに行きたいというか、なんというか。ま、別荘ですよね、結局。このね、警告といえば。ああ、ま、そろそろ鎮痛決めますか。はい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 。ま、別荘にいることはもう確定だな。ただ、それ一人ずつ行ったらさ、縛かれるだけですよ、2番さん。みんなでまとまっていきましょうよ。なんで野良の人はさ、いつもさ、真っ先に自分一人で行ってしまうんでしょうか。それは、縛かれるって、 ちょ、待て待て待て。俺が向かうまで待ってくれ、本当に2番さん。早まるな、マジで。もったいないぞ。一緒に行けば怖くないじゃないですか。なぜ、一人で行ってしまうんだい。もうバレたんじゃない ?2 番さんの位置。それ。さあ、なんか4番さんの方でも銃声入ってると思いきや、それあっちか。ノルテーニョいるかもしんねえな。ちょっとまあめんどくさい。まあノルテーニョもいますよね、それね。まあ小工場かノルテーニョか。まあいるな。4番さん見てるな。 4番さんは見つけたとか言ってくれないんで、それは自分の手柄にしようとしてるのか。まあ結局野良もね、なんか味方と思いつつなんか味方じゃないみたいなところありますからね。謎の足音入ってたよね。ちょっと大丈夫か怖いんだけど。いるもしかして。ちょ待って待って待って、はこれなんだそれ。ちょやめとけお前は本当に。うるさいわ。さあ3番さん遅れてやってきた。ちょマジでカバーしてほしい。あ、はいつに。サニー あーい、いつも普通にスカちゃんか。縛居ときまーす。あっちもスカちゃんですね。はいはいはい。ちょ、マジで早めに沈んでください。だいぶ撃っちゃった。ほぼ振るってほんとかそれ。俺結構撃ったけど。で、なんか死んないけどさ。あーなんかそれもスカちゃんなのね。マジかよ。いやー、2番さん生き残ってんな。謎に。まあ、絶対いるよな。まあ、いることはいるんだわ。あー、2番さん縛かれちゃうかも。 まずいよ二人来てる !2 番さーだから言っただろうがあーやったか一枚返したその感じ。もしかして二枚返したワンちゃん。やるねーやってくれたか。ま、君ならやってくれると信じてたけどね、僕は。はこれさ、ボスじゃないのえ、待ってこれ。ボスくっさ。これボスだよな。 あ、待て待て待てまずまずまず。しばかれる、あっぶねボスにやられたんじゃないのこれ。こんな気するけど、気のせいでしょうか。ちょ、よくわかんないんで、一旦ここ閉じときまーす。終わったんかなオフィス用の引き出し。オープニングセレモニー。まあ、何も出ないですよねどうせ。まあ、それは知ってるんだけどさ。まあ、漁るところから始まっていきますから、このゲーム結局。ティーポット手に入れた。アイス、マジかよ。え、どこでうわ、マジか。いいなぁ。 くれよそれ安全コンテナぶち込むんじゃねえぞマジで3番さんがしばかれたら相当チャンスってことかこれそれすなわちエアドロップに乾杯って言ってるわ、えー、とりあえず手術巻き巻きタイムかましてやってでさっさとね、えー、回復も巻いていきましょうかこれさ死体あるんじゃないのボスにしばかれた敵1枚だけだったんかよわからん、まあ、金庫オープニングセレモニーしておくわ ワンチャン開けられてないんじゃないこれ。開けられてるわ。なんで閉めたんふざけるな。これ、しばいたのは。あ、味方がしばいてるわ。あー、なるほどね。これも君がしばいたの。ちょっと見させてもらうよ。一旦チェック。あ、君がしばいてるわ。なるほどね。ボスから逃げまとっていたやつをしばいたのか。いやー、GG ですな。で、今回さ、鍵持ってきてないんですよ。いつも通り。ちょ、間違えてしまって。なんか全然さ、警告してくんないのなんでちょ、マジでさ、 僕あの警告してもらえないんでですすけどどういういいことですかいやーちょっと待って国費文書はまあ出るはずもなくいや GG ですねいないような敵はもうどこにも ASMR のお時間かましておきます一応なちょっと待ってくれ3番さんがさティーポット持ってるんだろう絶対に護衛しないといけない護衛すると言いつつ実際は。 狙ってるんで、そのティーポット。最近僕と組んでる野良の方がね、よく赤品出すんですよ。で、赤出ましたって言うんですけど、マジでね、僕とね、マッチングした人には、運気が舞い込んでるのかもしんない。だってやばいでしょ、ティーポット出るなんて。3番さん。それ狙われますせ、味方から。味方を味方と思うなよ。時には味方も敵だぞ。そんな軽々しくね、ティーポット出たとか言うもんじゃないですぜ本当に。 しばかれるぞマジでチームキルとかあるからな本当に怖いから物資禁止にしてもさよくないから待っていたなはい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 いるなあいつしばきてえあいつマジでちょ何してんのあいつ後腕入りやがったなんか今さらさやってんだけどどういうことあっ後入ってったわマジかよおっそ何なのほんと最近のこのさ遅すぎるムーブやばいでしょって ちょっと待ってくれよ。やり合ってんじゃん。いるじゃん。いやー、ちょっと待って。これ、ばきたいわ。絶対に。あいつ、ばきます。ただ、ちょっとなんか変なさ、銃声なってたんだよな。奥からも。それ怖いよね。さあ、なんか銃声ぶっ放してますが。とりあえず、ばきにやってきた。こんにちは。いらっしゃいせー。来るか。ちょ、マジで怖い。ちょ、ガチできてくれ。やばいやばいやばい。いるねー。 たらあれさ、多分、エンクリ武器だったと思うんだよね。縛けると思うんですよ、ほんとに。さあ、やっちゃうよー。来い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 。はいはいはい、はい。はいはそれスカちゃんじゃねえか。ちょ、待って待って待って。スカちゃんじゃなくて僕が縛きたいのはさ、プレイヤーなんだよな。どっかいねえか。いや、絶対入り込んでんだよ。ちょ、待って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 。小松ギャンケン。頑張れ、友人じゃねえよ。ちょっとは助けてくれ、ほんと。頼むから。どこ行った、あいつ。 これスカちゃんなんか、わからねえ。ちょ、マジで謎すぎ。ちょ、待って待って待って。ちょ、ま、誰誰誰。一回ここでさ、これやっとくまいやばい、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 後ろから撃たれた。やばすぎる。一回中入ってやって。さこの目の前ですよね。怖いのは。どこ行きやがったやばい、やばい、や,やばい、普通にスカちゃんだわ。どこじゃん。僕が見たやつどっか行っちゃった。いや、マジかよ。 あれ SVDS2 機だったと思うんだよな。消えた。ちょ、どこ行ったマジで。僕裏から撃ったやつかもしかして。そっちまで行っちゃったってことすぐに。いやー、最悪。ちょっと待って。マジで支援を要求する。いや、2番さん帰っちゃったしさ。いや、どうしよう、これ。良くないところやってきちゃった。残り半分になっちゃったし。これはまずい。一回マガジン外してさ。 もう一回 ASMR ですわ。ここから冷静に。いやー、どうしよっかなまあ、とりあえず満タンになるまでね、ASMR やったって。で、ここでしっかりと75連をぶち込んでやって。いや、マジどうしよう。敵にバレちゃってんだもんな、僕の位置が。いや、めんどくさいですね。これミイラ取りがミイラになっちゃう可能性が高い。ちょまずいよ、これほんとに。ちょ、とりあえずこっから降りてあげて、いきましょうか。 まあ敵多分貫通力そんなにないからなうんだからちょまあ、とりあえずまあ、一旦ねこの港湾脱出しましょうか何のために来たんだといやあいつさすぐさま過ぎたんだろうなこれ港湾の中をさあさるムーブとかじゃねえわ普通におびき寄せられた僕がこれは敵が一枚上手だったってわけいやーだるいなあいつなんか僕のことさ狙ってきてる可能性が高い怖い怖い怖いマジで怖い ちょ、本当にやめて。やばいって、その上からとかさ、なんか撃ってきそうなんだけど、怖いんですが、あ、鎮痛決まってないのが一番怖い、本当に。自分が一番怖い、マジで。ははっはアップねあアップねえアップねえアップねえマジか、お前。マジでなんでそんなところに隠れてさ、負けるのは、やばいぞ。イモイモゲーミングやめな、本当に。 びっくりしたー。えぐいってそこに隠れてんのは。そこで負けたらもうどこで勝つんっていう話よ。超反応来た。あっプな。マジか。いやー、そんなところにいらっしゃるんですね。やばすぎやんけん。ちょ、どうしよっかな。これ取りたいんだけどさ。 怖いよね、これ取るのも。ちょっとマジでさ、怖すぎるんですけど、一回さ、えー、ま、領域展開するか、ここは。さあ、えー、じゃあちょっとね、領域展開してあげて、戦利品もらいましょう。IM110 がうまい。アメンじゃねえぞ、マジで。ふざけすぎ。ほんとに、やりすぎ。やばい。来てるかもしんない。ちょ、待って待って待って。確実に来てる。おい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 。俺がさ、いつまでもね、そこで漁ってると思うなよ。 アメンじゃねえぞ。いるなあちょっと待って。えー、とりあえずここで鎮痛剤ゲーブ飲みタイムです。絶対芝ばはい、いました。今見えました。ちょっとじゃあここはですね、えー、これで、ね、グレネードで動かしてやる。おれはい、いいとこ入ってたね、グレネード。君動かざるを得ないね。そういうことなのよ、結局。動かしていけばいいだけだから。はい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 。これ僕のターンです。はい、ダめんなよ 俺のターンだからな。お前のターンじゃねえんだよ俺が先行なんだよ。はい、もう詰めるだけ。あとは詰めるだけ。こういうこと。これなんです。これがメンタルブレイクアウト。先攻後攻の原理ってやつ。えー、じゃあここで、スモーク叩いて、領域展開からの、はい、無料空唱。M14 やってきちゃった。ありがとうございます。これこれこれ。 これ、これ、これ、本当に。いやー、マジか完全表裏。ただ、バックパック、あ、しょっぱすぎ、何これ。ひどすぎ案件んん。さすがにな。いやー、もういいか。2枚芝居たし。ちょっと、芝木切れてない部分あるけどさ。ちょっと、あそこ、芝木に行くのね、リスク高い気がするんだよな。無理だろ、これ。いや、ま、あ美味しいからいっかも。十分だわ。うん、こんだけ取ってね。 え、もうさらにね、欲張ってしまったら、これ良くないんで、欲張ったら死ぬぞっていう名言がありますからね。じゃ、待って、ここでタウリンドリンクをしっかりとやって、え、ま、こうしておきましょう。はい、これで行きます。もう多分大丈夫なはず。わかんないけど。いや、一応警戒はしとこう。マジで怖いから。あと2枚ぐらいいるかもしんないからね。さあ、ここでタウリンドリンク、ギャブのみタイムと行きたかったが、なんか注射撃ってしまいました。アップな。4番さんそこにいてくれるのめちゃめちゃ助かるんだよね、実は。 えー、そこにいてくれるってことはまあそっちからのね、えー、車線が、まあ、ほぼないと言っても等しいので、まあ、味方からのね援護射撃も期待できますから、まあ、ここはねこっち側を通って帰還していくルートを目指していきたいもう大丈夫だろういやマジでさ渓谷のね隠密2機がもうマジで小賢しすぎるわ本当にだるすぎるマジでちょっとあれに反応したのはね、まあ、自分を褒めてやりたいんですが ちょっとあれ何回もさできるかと言われればまあ再現性は限りなくね、えー、ゼロに近いのでやめていただきたいですね案内されたらもう負けよ本当にもう頭に当たってたらもう発狂してたわもうあれはね敵のエイムが悪かったからねまあギリギリセーフだったんですけどよかったらもう終わってるからなもうあとは帰ろうもうマジでここでさ稼がないといけないから本当にここの T03 は失えないわでもやっぱ T03 なんですよね 75連にしといてよかったと思うわ、これ。マジで。あ、うっさ、こんわ。あとは、ムーブお葬ソニキがね、いないことを願いたい。こっち側で湧いてさ、まだ動いてないなんてこと、まあ、ないと思いますが、ないと思うことがあるゲームなんで、このゲームは、本当に。最後まで油断はできないよ。えー、もうタウリンドリンクおよびエナジードリンク系はありませんので、ちょっとどうするかというと、もうどうしようもできません。もう、こっからは、超反応ゲーミング、セカンドシーズン。 これがなんか6ヘルに見えた僕は、もうね、貧乏人です。貧乏人はね、もうすべてに希望を持ってしまうというか、やっぱり見えてしまうんですよね。この辺ばいていいっすかちょっと貧乏すぎてさ、ここ芝かざるを得ないというか、ちょっと一旦芝きますわ。で、弾薬取り除いとこう。これ今のうちに。はい、M62 弾がうまい完全勝利 で、なんかセーフティーコードも出たんで、もらっておきましょうか。安全体、えー。空中投下用タンクからははい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 。素晴らしいですね。こんなことあっていいんですか ?4 装備やってきた。さすが風作。これワンチャンさ、あっちのね、ピノラジオ局、漁さられてない可能性ありますけれども、いや、さすがにそこまで強欲に行ってしまったらね、罠かもしれないんで、えー、とりあえず帰る。もう知らねえ。 これはさすがにあれだろ、スカちゃんだろう。多分人じゃないと思うんで、まあ、知りません。いや、味方良かったね、ティーポットを持って帰れて。まあ、多分ティーポット出たからめちゃめちゃ慎重ムーブで、ま、ああの、丁寧に丁寧にクリアリングして帰ってきたんだろうな。正面はさ、まあ、まだね、自分の力でなんとかクリアリングできるんですけど、いや、マジで危ないのがさ、背中なのよ。 味方が燃やしてくる可能性あるのよ、このゲーム。ほんとに。怖いんで。バカタレハイエナノラがいるからさ。ほんとにね。それカミングアウトするのはね、えー、だいぶ勇気のいる行為ではあるんですが。は、待って。ははいるなちょ、待って待って待って。あ、いるーやばいやばい,甘いーしるしるしる甘くはぁはぁ嘘だろ。 気持ち悪すぎ。うっざ。おー前、マジかよ。うわぁ。もう、最悪。グレに頼らなきゃよかった。も最近これありすぎ。もう、グレじゃなくて武器にたよ、俺、ほんとに。くっそ、もう、うっざ。えぇ、ー 気持ち悪すぎないさすがに。おーまあ、マジかもう、いや、でも、チンツなかったもん。最悪すぎる。いやー、なんで、なんで最後 T-03 信じてあげられないいや自分の弱さ出たわ、これ。うわー、もう、投敵物なんかに頼らなきゃよかったもう最悪なんだけど、なんでお前そこい,いんだよ、マジで。ふざけるなよ。ありえないわ。 ありえないことが起こった。マジで。嘘でしょあ、てかこれ俺のキルカメになってんじゃねえか、もう。違う俺が見たいのはそうじゃない違うって俺の失態を見せるなって、本当に。うわー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 わわ跳ね返ってる、ボムがボムが跳ね返ってるーそうじゃない、見たいのは。こいつのさ陰湿さが見たかったのに、僕のバカさが映っちゃったじゃねえか。ふざけるな もう、やだマジでやだもう引退です、これは。ああ、もう、最悪だわ。もう、これだったら相手の情報見れねえじゃねえか。終わった。はい。終わった。